長室から出てこない艦長、勝海舟、江戸の町を戦火から救った勝海舟、海防に関する意見書を幕府に提出したことから世に出るきっかけをつかんだのだが、実は船が大の苦手。1860年に日米修好通商条約の批准のために渡米する艦輪丸に艦長として乗り込んだ時のこと。艦長のくせに船内の衛生管理に頭が回らず、60人の水夫は大部屋に雑魚寝、防水が不十分な船室で着物も布団もずぶ濡れのまま乾かすこともできず、艦内に伝染病が流行、死者を多数出した上に自身も伝染病で艦長室にこもりきりに、ついには海の真ん中で船を降りると騒ぎ出すなど、周囲を困らせるトラブルメーカーだったのだ。同乗していた福沢諭吉は単なる船酔いと誤解し、至る所で散々勝をバカにした結果、現在まで続く勝海舟船酔いで役に立たなかった説の原因を作ってしまったのです。